Sensei.何してんだべか。口にはついぞ出し願った心の内。聞いてくれるか？わしはおめえには惚れとり申した。わしはわしなりに一生懸命やったと思う。晩酌が尽きてしまった。もうこれで予感するな。心臓腹切って死んでも予感するな。教えてください。みんちゃん、おめえのことはとどは一日たりとも忘れたためしは願った。ひょったな話じゃとも、おめえとだけは片時も離れねんでいたような気がする。だからな、みつ。とどは腹切って死んでも、おめのそばにおるからな。ああ、これで死ねる。真珠、一郎、ミス、キジラ、わしは地獄へも極楽へも行かねえぞ。わしは目立つと共におる。片時も離れねんで、お目立つと。吉村先生の最後に私が立ち会うことになりました。旦那様、
使わ願ったのか。メスにも手つけてねえぞ。この強情っぱりが。返せろ。返せろ。食え。食え。南部の米だ。北上川の水で育った森岡の米だ。食え。どうかいち、おめのおかげで静も子供たちも腹いっぱいだ。タバコだおめえが食え。南部の米、夢に見たべ。食ってけろ、カイジ。うめえぞ、カイジ。カイジ。カイジ。